フレデリック・ウィリアム・ホープフレデリック・ウィリアム・ホープは、イギリスの昆虫学者、慈善家である。オックスフォード大学の動物学の教授職、ホープ教授職を設立した。ロンドンに生まれた。母親は、トーマス・エドワード教の唯一の子であった。家庭で教育を受けた後、オックスフォード大学のクライスト・チャーチを1820年に卒業し、シュロップシャーの副牧師に上階されるが、 健康を理由に生殖者の仕事を辞めた。裕福な女性と結婚し、妻の資産の助けを借りて、肖像画や風景版画のコレクションを作った。オックスフォード大学で初めて地質学の講義を行ったジョン・キットの講義などに参加したことから動物学に興味を持ち、昆虫の収集を始め、収集家として高い評価を受けた。ホープのコレクションは、 ジェームズ・フランシス・スティーブンスの昆虫図鑑やウィリアム・ヤーレルの著作に貢献した。ジョン・ホーブス・ロイルのヒマラヤの博物学図鑑の出版も講演した。ロンドン・リンネ協会の初期の会員であり、ロンドン動物学会の設立メンバーである。1833年にロンドン昆虫学会の創立者の一人となり、1835年から1836年。 1845年から1846年には会長を務めた。1834年には王立協会の会員に選ばれた。1838年にフランスに作られたキュビエ協会の設立メンバーとなった各国の140人の博物学者の一人となった。充実した昆虫標本のコレクションを作り、その目録を出版した。主は 甲虫類に関するザ・カリア・プタースと S マニュアル3巻である。西洋のためにしばしばナポリやニースなどのヨーロッパの団地を訪れた時には海洋生物を採集した。1849年に昆虫標本と博物学の文献をオックスフォード大学に寄付し、翌年にも昆虫標本を寄付し、これがオックスフォード大学自然史博物館の ホープ昆虫学コレクションとなっている。1855年にオックスフォード大学から名誉博士号を送られた。1861年にオックスフォード大学に動物学の教授職、ホープ教授職を設立し、初代教授として昆虫学者のジョン・ウェストウッドが就任した。ありがとうございます。